点を焦がして迫り来る。バラがチェンジ、バラがチェンジ、伝説は今よみがえる。巨大な竜のその姿、ブレインがいないらしい。奴は俺のようには聞き分けが良くないというわけさ。ということは、奴の目的は破壊と死だけさ。このまま野放しにはできないわ。行くわよ、バルガンガンプ。ああ、逃げるか、小娘。あ、ブレイン、さっき使ったばかりだ。すぐには使えないの？意外と不便にできてるのね。やめろ、その小娘の相手は俺がする。離せこいつ。行った、小娘。
そろそろ使えるぞ。バルガ、引っ張り上げるのよ。お見事。あ、ちょっとその、調子に乗るな。はい。私のことはあんまり心配してないんだ。あたい、あんたにお願いがあんのよ。あたいも一緒に連れてってくんない？もちろんタダとは言わないよ。代わりにうんといいことしてあげるからさ。何すんの？何ってことはないでしょ。ほらほら、こうしたらどうかな。よしなさいってば。あんたってウブなんだね、かわいい。ダメだってば。そうは言っても、ここをこうすれば、どうかな。ルナ、ルナ、はい。あいつ、ごめん。ここにいたのか。何ミル。ちょっと気になる話を耳にしたものだから。私と？この異変の全ての源はダンバスにあるに違いない。おそらく君の妹ビーナ姫もダンバスにいると思われる。ビーナがダンバスに？町の噂が本当なら、魔物が君の妹を連れ去った方角に我々の国ダンバスがある。そしてこのところダンバス本国というより皇帝陛下の言動がおかしいのだ。全ての源がダンバスにあるとすれば辻褄が合う。僕はダンバスへ帰らなければ。あの子たちを連れてダンバスへ帰るつもりかしら。そりゃ底辺だ。もう一頭牛かもしかを手に入れねえと。そういう問題じゃないの。バート様はご無事ですかね。丈夫な方だからね、バトロビス様は。風邪ひいちまったぜ。あいや、お待ちどうさまあるね。はい。おおおお、なんじゃいこれは。あいや、シェフのおすすめは海鮮の一皿あるよ。そのままじゃ何あるから、開いて焼いてタレつけたのことね。一口食べると元気100倍、精力もりもりのこと。おお、おかわり持ってくるある。うまい。小娘、逃がさんぞ。大丈夫かエルナ。ずっと水の中にいたから。ありがとう。僕は帝国貴族として国の異変を黙って見過ごしておくわけにはいかないんだ。だから一緒に行ってくれるね。やっぱり若旦那、あの娘っ子を連れてくようですぜ。そのようね。ほーら、やっぱりもう一頭牛かもしかを。だからそういった問題じゃなくて。そういった問題が終わりなら、この私面に。何よあなた。あなたなどと光栄の行ったり来たり。ギルバートと呼び捨てにしてください。
そのギルバートが何の用？何の用などと水臭い。共に戦った同志ではありませんか。ねえ、同志。いや、諸般の事情により同志と行動を共にしたいと。事情って？あんな騒ぎを起こしたからログリアンにはいられないとか？私の本当の価値が分かる者がこの町にはいなかっただけですよ、うん、そんなことが分かるやつなんてあんた以外に誰がいるっていうのかしらね、うん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 、いやー、私が一緒だったらどんな敵がたとえ魔獣が現れたって大丈夫、任せなさい。調子にこれだ。もう一つ言っておかねばと思っていたんだ。君は魔獣のレジェンドを知っているね。そうか。僕もそれほど詳しいわけではないんだが、魔獣はこの世界のあちこちに封印されているという。そしてその封印は他の魔獣によって解かれるというんだ。じゃあさっきの魔獣も？ああ、君が魔獣になった時の波動によって封印が解かれたに違いない。バルガチェンジで？うん。だからむやみに魔獣になってはいけないよ。いざ将軍にフラゴルン将軍よりの報告を申し上げます。リムズベルの攻撃は魔獣の出現によって失敗。何？続いてログリアンにても同じ魔獣を確認。ログリアンは半ば壊滅状態とのことです。フラゴルン将軍に伝えよ。直ちに兵をログリアンに向かわせるよう手当て。全軍即刻ここダンバス本国へ集結させよ。魔獣はここで迎え撃つ。皇帝陛下、恐れながらそれはあまりにも危険が大きいかと。ならぬ。これは命令である。はあ、分かったな。ダンバス城、急げ。すぐに戦いの準備だ。総員配置に行って。Yeah!
ダンバス全土に緊急態勢。兵が続々と市内に戻ってきてますし、検問なんかも厳しくなっています。簡単には侵入できそうもないってことね。はい、感づかれたんでしょうか。かもしれない。どういたしましょう、マイロード。僕たちだけなら市内に入るのは簡単だが。よし、二面作戦を取ろう。え？二手に分かれ、一方がダンバス軍をかく乱、その隙に城内に侵入する。となると、マイロード。うん。ちょっと、ギルバート魔導士。はいはい。何かな、レイピア君。この間は見事な召喚術を見せてもらいましたけれども、ぜひもう一度お願いできます。術などというものはあまり軽々しく用いるものではありませんが、立ってというのならやらぬではありませんぞ。それはありがたいですわ。ついでにお聞きしますけれど、あなたのワイバンは人を乗せて飛べますよね。ふん、これは心外なこと。我がワイバンには素晴らしい数々の能力があるのです。疑うというのならお見せしよう。ぜひお願いします。任せなさい。来たか。レピア。はい、マイロード。頼んだぞ。はい。来た、来たぞ。これは魔導士の仕業か。いたか。なんだ、ありゃ。グラゴルン将軍が雇ったアルタイオの魔導士です。ワイバーンごときが相手では血と物足りんが、我が輩のゴーレムの力今こそ見せてくれん。なんとなんと、たかが泥人形の分際でこの私のワイバーンに立ち向かおうなどと少子千万ちゃんちゃらおかしいわ。我がしもべたちよ、奴らを粘土の塊にしてしまえ。それやれやれ、ぶっ倒せ。大バカが二人に増えたわ。火を消せ。こんな子供は外に出るな。バカめバカめ、我が輩のゴーレム軍団はそんなことではアリに噛まれたほども感じはせんわ。何を言うか、
そりゃ単に鈍いだけのことじゃないか。のたのた地面に張り付いている泥の塊など茶碗のかけらほどにも役に立たないわ。とはいいおったな若造。年を取っていればいいというものではない。おのれ。え、うわっ、うわっ、よって、うわあいや、新鮮。次は卵料理するあるよ。小娘め、どこへ来ておったん。おおおお、新しい料理に挑戦するある。あや、あいや。どうした。奥にが火事あるよ。何？うまくいったわ、ロコ。レイピアさんたちにもうしばらく派手にやっていてと伝えて。わかりました。もう大丈夫だ。あのバルガーをよみがえらせたのが君のような人でよかった。でも私、あなたこそどうしてダンバスの貴族なのにこんなことを。君が自分の国を大切に思うのときっと同じさ。こんなところに居よったか、小娘。おっさん。今度こそ白黒つけてくれるわ。待ってください、おじ上。どけ、見る。邪魔をするな。どきません。待ってください、おじ上。僕がルナをここへ連れてきたのは訳あってのこと。なんだと。皇帝陛下の代わり用は魔獣と何らかのつながりがあると思われるのです。魔獣だと。この小娘が化けおるやつか。おっさん、私は妹のビーナを助けに来ただけなんだから。お前の妹、そんなものが囚われているなどと聞いたこともないわ。ではやはり皇帝陛下のところに。ご託はたくさんだ、ミル。わしの相手はお前だけだ。ちょっと、おっさん。ずっと来たか。受け見る。お待ちください。なんだお前たちは、邪魔をするな。皇帝陛下がお呼びです。何。久しぶりだな、ロード・カルバド。は、皇帝陛下。私は。だが余はソチを呼んだのではない。待っておったぞ、ルナ・ドリムズベル。来るがよい。なぜ俺をここで待たせねばならん。どうも納得がいかん。行くぞ。お待ちください、バトロビス殿。どけ。しかし、お試しを。そうだったか。しかしなぜ。皇帝陛下。陛下。その男は我の道具にすぎ。
ドラゴンロードの末裔よ、我は待っていた。
異なる時間、異なる空間、異世界、ダンバス帝国の侵攻の最中、リムズベルの公女ルナは伝説の魔獣バルガーと合体した。さらわれた妹ビーナを追って帝都ダンバスへ。そこでルナを待っていたものは、私のワイバーンに戦いを挑むとはなんと無謀な泥人形たち。この偉大なる我が力の前にさっさと平伏しろ。何を言うか、この田舎魔道士。我が輩のゴーレムこそ最大にして最強の戦士。トカゲごとき相手ではないわ。私の魔力に恐れをなして口ばっかりの攻撃とは、肩腹痛いとはこのことだ。抜かしおったな、この軟弱魔道士め。そんなところでフラフラしてないで降りてきて戦え。自分の魔力の弱さを棚に上げてよーく言うじゃんか。私と堂々と戦うというならここまで来るのが礼儀というものではないか。それこそ肩腹痛くてたまらんわ。ごちゃごちゃ言っておる間にそっから叩き落としてくれる。おーい、レイピア君、ワイバーンを呼んどくれ。リルちゃん、レイピアさん。卑怯者、女子供に助けを求めるとは軟弱魔道士。悔しいだろ、モテない中年親父。くそ、中年親父だと。この悪いことはすぐ忘れる。なんとかしてよ、あの二人。どこが帰ってきたよ。なんで年がいもなく。へん、若いからいいってもんでもないんだぞ。何を言うか、若さがなければただのヒヒジジだ。この口の減らないやつだ。まあ、ルナ様たちが無事に潜入できたんですから成功ですよね。ということは一応役には立ったんだ、あいつら。でもこれからが心配ね。え、何が心配？二人の関係？純情のやつ。大丈夫か、ルナ？ええ、それより今のは何？わからない。一瞬だったが恐ろしい姿をしていた。やはり魔獣なのかしら。奴が皇帝陛下を操っていたのか。あ、ビーナは？あ、あそこだ！ビーナ！ビーナ！ルナ！危ない！早いな。皇帝陛下、何事ですか？おっさん。おじ上。おお、こんなところで二人くっつき寄って、いやらしい。ダンバスの栄光ある。おじ上、そんなことより。何がそんなことよりだ。そのような敵国の娘を皇帝陛下。その皇帝陛下が見る。おっ、肩に手なんか駆け寄って。おじ上、危ない。お先手。わあ、小娘、なんてことを。なんだ、なんだ、ん？おお、くそー。やった！ダンバス一の戦士、バトロビス様の剛剣、しっかと見たか。あの化け物は何だ。おじ上、我らが皇帝陛下はあいつに操られていたのです。何？ああ、陛下。おじい！おっさん！
禍々しいものが我が国にいようとはな。これは？これで大丈夫だって、おっさん。ん？あ、ほう！すバカ。おお、小娘。おっさん、重いよ。よし、待っとれ。こやつの代わりに娘の方は返してやろう。ビーナ。ガーッ！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 衝撃は なんだあれは。なんとそんなことも知らないのかね。あれはバルガーだよ。バルガーだと？あれが伝説の魔獣だというのか。この小娘、またまた化け物になりおったか。うっさいな。それよりビーナとミルは大丈夫？おお、二人とも大丈夫そうだ。それより奴はどうなった？それがね、見えなくなっちゃった。え？とりあえず、二人を安全なところへ。おお、さっさと下ろさんかい。面白い。我が輩のゴーレムにとって不足のない相手だ。ゴーレム集合。こら待て、私との戦いはどうなる？ギルバート？おお、レイピア君。プリンセスルナの邪魔させちゃダメでしょ。だってあいつ私を無視するんだもん。ギルバート？わかったよレイピア様。ほらバラン、うん、いなくなっちゃった。え？伝説の魔獣バルガー、待っておれ。偉大なるゴーレムマスター、バランバラクーダの力とくと見せてやる。もうあんなところにいるぞ。本当だ、何するつもりかしら。クワイムトホーム、どうくるば。お、あれはギガンナツ術でいいなって言ってんのちゃった。そこだ。形勢逆転ね。待てブレイン、これは奴の影にしか過ぎない。魔獣が魔獣を呼んでしまったか。我よみがえ、長年の眠りを経て我写しよによみがえ、世界のすべてを我らが力のもとに戻すべく我今こそよみがえ。やつだ、ダークバルガー。ダークバルガー、やつは強いぞ。それでも勝てるかどうかわからない。頼りないこと言わないで。それでも戦うしかないでしょ。その通りだブレイン、奴が現れる前に行くわよ。ブラストンボーン。
化け物は遅かったか。奴は我々の力を吸い取って実体化していくようだ。バルガ、やっつけちゃいましょう。今のうちに。どうしたのかしら。力が入らない。バルガ、しっかりして。ドラゴンロードよ、レオよ、貴様の力我が物としたぞ。な、何？どうだ、我と共に再び魔獣の世紀を作らぬか。魔獣王が封印されている今、我らにかなうものなどない。我は新たな大地の王として君臨する。ドラゴンロードよ、我がしもべとなれ。バカなこと言わないで。さすがはレギオンの末裔、気だけは強いようだ。しかしそのような状態で我に歯向かおうというのは。ルア様、助けに行くのよ。ギルバート、ワイバーンを出して。ダメよ。え、どうして。ほら、レイピア様。あ、ギルス。さっきの爆風でこいつが転げ落ちてきたんでさ。何でもいいから叩き起こしてちょうだい。それがどうやっても起きねえんですだ。死んじゃいねえようだが。役に立たなきゃ死んでる方がマシさ。ええ、女怖いやねえ。男は哀れだな。いや、おや、ぐえあ、ヴィーナ様、バト様。おお、あれ、お前さん方の姫君じゃ。ヴィーナ様、よかった、ご無事で。バト様、マイロードは。わからん、あの爆発ではぐれちまった。え、あの剣は、もしや。やはり、スレイヤー・オブ・バルガーズ。あの剣の封印が、急がねば。バルガー見て、奴の様子が変よ。奴だけではない。え、どういうこと。こちらの方が余力がない。一気に来るぞ。ブラストボイス。ドラートル、ドラゴンロードよ、我が力しかと見たであろう。どこへ消えた。ドラゴンロードよ、どこに消えた。いつの間にか人間に戻っちゃった。やつは、それにここはどこ。ここは、やつ、ダークバルガーが閉じ込められていた場所だ。落っこっちゃったの。
逃げ込んだというのが真実かな。気弱なこと言わないで。奴に気づかれるまで力を蓄えるさ。これは？太古の昔、魔獣王が現れ、12体のバルガーを従えて世界を席巻した。元のブレイン、レギオンは魔獣王に取り入ると見せかけて俺と合体し、他のバルガーと戦ったが、ダークバルガーは奴らの中でも強力な四天王の一つだ。奴は俺と違って異世界の知性体をブレインにしている。奴は強いぞ。でも弱点はあるはずよ。これはスレイヤーオブバルガーズの封印の解ける時の戦いだ。スレイヤーオブバルガーズ？何それ？これだよ。見る！よかった、元気で。君も見る。それが？うん、伝説の剣、スレイヤーオブバルガーズ。これによってあの魔獣は封印されていた。しかし、これで奴を倒すことができるのかどうか。もう一度バルガーに戻って。やあブレイン、チェンジする力もほとんど残ってない。しっかりしてよ。実を言うと、その剣の輝きが邪魔をしているしな。ということは、この剣の輝きを封じ込めた時にしかバルガーにはなれないの？その通りだブレイン。でもそれならあいつも同時に力を取り戻すんでしょ。そんな、じゃあどうすればいいの？奴が来るわ。方法はある。一瞬の勝負だが。どこに行ったドラゴンロードよ。見つけたぞ。違うわ、私の方から出てきたのよ。相変わらず気の強い。頼もしいぞ、我がしもべとなるために出てきたか。それも違うわ。何？あなたを倒すためによ。見つぶしてくれるわ。伝説のスレイヤーオブバルガーズ、輝きをなくしちゃったわ。役目終わったからだろう。あれ、ルナ？ん？尻尾が。消えかけてる。バルガ、バルガ、バルガ、返事をして。バルガ、ルナ、見る、バルガが返事をしてくれない。と元の世界へ出かけているのさ。そのうち元気に帰ってくるよ。さあ、みんなが待ってる。こいつが復活する前に、その剣で、その
スレイヤー・オブ・バルガーズで。そんなことしたら見るまでできない。やるんだルナ、ルナー。